クリストフ・クフナーは、オーストリアの詩人。ウィーン生まれ、同地で没。クフナーは、宮廷軍事局の起草官。1818 18年から、当時影響力の強かった、雑誌、芸術、文学、流行のウィーン雑誌の編集長を務めた。この雑誌は、オーストリアのジャーナリスト、ヨハンシックにより1817年に創刊された、ものである。発行期間は、 全身雑誌の1816年から1848年まで、当時のウィーン文化事情を知る上で最も重要な資料の一つとなっている。今日、クフナーの名前は、ベートーベンの合唱幻想曲の歌詞の作詞者として知られるところとなっている。ベートーベン自身は歌詞に満足でなかったとされ、作詞者を明かさなかったため、長年にわたり、作詞者をめぐり論争が続いていた。 しかし、ベートーベン自身が指揮した1808年12月22日の初演時には、すでに当時の批評記事にクフナーの名前が作詞者として明示されている。その他、ベートーベンの弟子のカール・ツェルニーもクフナーを作詞者と言及していた。1826年、ベートーベンの新作オラトリオザウルでも歌詞の作詞に携わったが、この新作は作曲されることなく終わった。 ありがとうございます。